です。今4月なんですけど、仙台から杉の木を切り倒したいです。どうぞ。 76.2% の支持獲得、チョム加藤。岩沼市、あざ大岩沼、沼地三丁目、本若動物園、増殖者担当、チョム加藤です。動物園というと夢の世界と思われがちですが、私のような私が勤めているような4番手5番手の動物園の経営は苦しいものです。少ない職員が朝早く起きて動物の世話を一生懸命にする。それでもお給料は少ない、入場者数は少ない、そんな苦しい経営状態でもこの仕事が好きだから、夢があるから一生懸命やってきました。ですが悲しいことが起こりました。いえ、正確に言うとこれから起こるのかもしれません。今朝いつものように2時間遅れて出勤してきたら、このリンゴが机の上に置いてありました。花子です。象の花子に食わせるというのでしょうか。確かに象は大食いです。1日に何十キロもの餌を食い、年間にすると何トン。そして象というのはあれでいて危険な生き物ですから、柵で囲って塀を作って、やや遠くからじゃないと見えない。今はインスタ映えだなんだと言って小動物が人気の時代です。だからといって私は迷いました。恐る恐る象の花子の宿舎に行ってこれを差し出したところ、花子はペッと口に含んだ後これを吐き出しました。そうなんです、花子は賢いんです。あれはあいつの空気が読めるんです。親子連れで子供のいるお客さんがいればパオーンと楽しく泣くし、写真を撮ってる若い女の子がいればインスタ映えを意識してこう鼻で変顔する、そんぐらい賢い象の花子がうかうか毒入りの餌を食うわけがないんです。花子園長、これは何ですか。花子はね、こんなものを食いはしません。勘違いがするんじゃねえ、俺が花子にこんなものを食わせるわけがねえ。園長、ここに注射で薬物を入れた跡がありますよ。そうやってごまかそうと、本当に食わせる気がない。え、それを食うのはお前だ。店長、冗談はやめてくださいよ。お前より花子の方が賢い。いや、ないですよ。だってこれ、あ、わかった、この薬物今流行りのコカインでしょ。コカインを入れてこれを食べると花子をパオーンパオーンってこうすごいはしゃいで NHK の朝ドラにも出れる、そういう算段でしょ。あ、違う、マジですか。花子、すまんかった、お前の誕生日のメロン食ったのはわしじゃ。花子が振り向いてくれない、やべえ、空気読んでる。みんな、さようなら。